しゃべくり松代始まるよ。こんばんは。11月19日第108回しゃべくり松代の時間です。今日は西澤が担当します。よろしくお願いします。今日は11月19日ですけども、実は長野は今朝は寒かったです。霜が降りました。もう本当に長野の短い秋が駆け抜けたって感じですけれども、いよいよ冬も近づいてまいりました。皆さんお加減いかがですか？はい、そんなちょっと今日寒くなった長野から、お伝えしておりますけれども、本日のゲストをご紹介いたします。社会福祉法人絆の会地域活動支援センターの、みなかみハウスから、坂口かすみさんと後藤正史さんをお迎えしました。よろしくお願いします。2人です。よろしくお願いします。坂口さん、はい、もうみなかみハウス10年目ということで、いや10年といってもね、本当に過ぎてしまえば短いですけども、この10年間ね、いろんなこう地域の方と共にこうみなかみハウスがあったということをお聞きして、今日はその辺をたっぷり聞かせていただきたいと思います。でまずはみなかみハウスがどんなところか、はいはい、教えていただいてよろしいでしょうか？はい、はい、みなかみハウスですが、松代町のみなかみ台という団地がありますが、約230戸ほどある団地なんですが、その中にあります、地域活動支援センターです。で、障害を持っていらっしゃる方のご相談をお受けしたり、また日中活動として使わさせていただいている、そんな施設ですかね。自立を目指して障害を持っている方がその方らしく生活できるような、そんな支援をしたいと思っている、そんな場所です。なるほど、こうね、自立を目指して、はい、はい、この203件の、団地の中にあるということで、やっぱりこう地域の皆さんのこう理解がやっぱりあったということなんでしょうかね。はい、開所当初ですけれども、ここを貸してくださっている大家さんが近所の方を回ってご説明をしてくださったりとか、また近所の方たち、区長さんも含め関係者の方に来ていただいて説明会を開いたりして、地域の理解をいただきながら事業をしているという、そんなところですが、はい、そうなんですね。やっぱり最初もう出発のところからやっぱり地域との関わりをね、こう持ってきたっていうところが素晴らしいなと思うんですけども、この写真のこの確かこの看板、はい、この看板ですよね、みなかみハウスと大きく書いてあるその看板も、なんかこう地域の方のボランティアの方でって聞きましたけれども、はいはい、そうですね、地域の方にいっぱいお世話になろうっていう、逆にお世話になって理解していただこうというようなことで、看板も建設会社の方に作っていただいたりとか、ポストが見えますが、ポストも近所の方がご寄付いただいたり、それからお庭の手入れも近所の方が草木の手入れもしてくださりとか、そんな風にお世話になりながらいるところです。はい、なんかいいですね、その地域の方となんかそういうことを通して自然とこうつながったりとか、こう知り合うことができるってすごくいいなと思うんですけど、やっぱりみなかみハウスはそういうところをすごく大事にしてきたっていうことで、なんかそういう、ね、場をいくつか持っているということで、またこうちょっとお話聞かせてもらっていいですか？はい、そうですね、一つには1階にコーヒーコー喫茶コーナーというところがありまして、皆さんにこうお茶を飲みに来てもらえる。で、それから障害を持っている方が地域の方と自然に触れ合えるこういうところを作っていこう、また仕事に向けての一歩の、そんな支援ができないかなということで、これはコーヒーをお出ししているところですが、地域の方のワッコの会さんっていうグループさんに来ていただいて、お茶をお出しして、この接客マナーとかね、
あのそんなところを学んでいたりするところですかね。そうなんですね、はい、後藤さんも今はねちょっとやってらっしゃらないって聞きましたけど、昔はお茶をコーヒーを入れてたとお聞きしましたが、はい、お茶をコーヒー入れられてたんですね。はい、会社当時からちょっと少しの間やってました。もうコーヒーすごく美味しいって、はいはい、皆さんおっしゃいますよね。はいはい、ですね、この水がまた違ってまして、水上山という山のふもとにあるんですが、うん、そこの、松井の泉といいまして、県の名水百選にも選ばれているとても美味しい水があるんですが、うん、そこのコーヒーを沸かして入れている という、これは紅茶ですけれども、それで美味しいだと思います。なるほど、はい、私もこのクッキーがねまた手作りで美味しくって、うんうんうん、もうあれ変わるんですよね、その種、はい、によってね、クッキーの ね種類がね、はい、今日は どんなクッキーかなーって楽しみにして、もうコーヒーも美味しくって、本当についつい長いしちゃいそうになっちゃうんですけど、はい、さっき坂口さんの話の中で、ここの場所をね、ボランティアグループの皆さんが、はい、活動で使ってるっておっしゃってましたけど、と、はい、いうことは、はい、そのメンバーさんとか以外でもこの水上ハウスにね、行けるってことなんですね。そうなんですね、うん、こう自然に触れ合って、もらえるような仕掛けとして、うん、会場として使っていただけばいいなということで、うん、今は地域のサークル活動の大正元さんが月2回練習に来てくださって、うん、BGM のように音楽を聴きながらっていうようなことだったりいいですね、他には地域の方がお茶を飲みながら打ち合わせとかに来ていただいて、うん、ちょっとお話をしてくださったり、そんな場面もたくさん見えますかね。はい、そうすると本当に地域の人も自然とこの場所を知ることになるし、はいはい、メンバーさんとも知り合うことになって、はい、本当にいいですね、この無理のないこう出会いというかね、そういうところがすごくやっぱり自然でいいなって思うんですけど、そういうまだね実は仕掛けがまだあるとお聞きしてますけども、はい、はいはい、どうでしょうか。ですね、1階の喫茶コーナーとってもこうログハウスなので雰囲気のあるところなので、うん、ミニギャラリーとして地域の方にも使っていただこうということで、地域の方とかそれからメンバーさんの作品とかをこう飾るコーナーを設けております。でこれは地元の栗林さんという方で、ご兄弟の絵画展を開催した時の様子なんですけれども、たくさんの人が来てくださいまして、その時に新聞をね見ていただいて来ていただいたんですが、ここはどんなところですかとか聞いていただいて、実はここは障害も持ってらっしゃる方の支援をしているところなんですよってお話しして、あそういうところだって初めて知りましたってこう聞いてきてくださる、そんなきっかけにもなったかなって。気を込めて作られた愛ちゃん、はいはい、きっとね可愛いですよね。可愛くて、お嫁に出すのはもったいないっていうふうに言って、どこへもやらずに戻ってきまして、水上ハウス のガレージで寝てます。と、はい、いうことは水上ハウスに行くと会えるわけですね、はい、愛ちゃんにね、はい、ぜひじゃあ会いに行かなくちゃいけないですね、はい、まあ、そんな風にいろんな地域の中でこうつながりを持ってきたからこそ、実は今日一番ねお話を聞かなくちゃいけない地域サンクスコンサートのところにつながっていくわけですけども、この地域サンクスコンサートはどんな経緯で、はいはい、ですね、今入院しているメンバーさんなんですけれども、うん、春に電話がありました、うん、今年水上ハウスは10周年記念だよと、うん、記念の年だから、うん、ぜひ佐藤智美さんをお呼びしてコンサートを開かないといけないっていうふうにお電話いただいたんですね。いはい、というのはその 5年前に佐藤智美さんに来ていただいてコンサートを開いた時に、10周年記念の時には一緒にコンサートをまたやろうってこう約束をしたということで、ずっとこう思いを秘めていたんですね。でそのことを伝えてくれまして、メンバーさんとでっていうことなんですけど、実はこのサンクスコンサートでもいろんなドラマがあって、はいはい、地域の方にいっぱいいろんなものを寄付していただいたりとかしたんですよね、はいはいはい、実はお金がなかったもんですからね、お金を集めるためにバザーを開こうということで、はい、宝発掘市とか言いまして、あ、そうなんですね、でメンバーさんたちでみんな、寄付していただこうということを決めまして、はい、やっぱりこれもお世話になったんですが、地元の方に、品物を寄付していただいて、
バザーをしました。それからこれがテントも、あの自治協議会からテントをお借りするとか、あの松代地区の、あの社協さんにお世話になって、あのこの風船を作っていただいたりとか、本当にまたこれもお世話になったんですけれども、あのこの、あの品物もたくさん並んでますが、お隣の方からいただいたものなんですね。でそんなのを販売して、あの資金も作ったりとか、そんな経験もしまして、この日はあの午前午後とみんなで120名以上の方が来ていただきまして、とても賑やかでした。すごいですね。じゃあもうあそこの道のところ人でわやわやしてたってことですね。あの水上ハウスも決してね100人入れるような感じはしないですけども、きっとあのオカリナの素敵な音が響き渡ったのかなって気がします。はいはいはい。でそのサンクスコンサートの実は第2弾があるということで、実はこちらのチラシなんですけれども、はい、はいはい、12月1日の土曜日1時半から3時半、今回はあの水上台の集会場をあの区からお借りしまして、あの開催します。でこの日はあのお茶と美味しいケーキを手作りのものですが用意いたしました。それからファゴットという楽器と、それからフルート あの素敵なコンサートがあります。でファゴットは実はあの仕事に関係してまして、メンバーさんがリードを作ってるんですね。口のところね。はい、そうです。そのリードをあの使っているということで社会につながる、そんなあのことを感じてもらえればと思いまして、あのこのコンサートを計画しています。ね、あのリードを作った皆さんも、ね、はい、嬉しいですよね。はい、自分たちがこう作っているものがそういうところで、ね、こう、はい、あの社会とつながると目に見えますもんね。はいはい、ということで、じゃあ、ぜひこのサンクスコンサートに地域の方たくさん来ていただきたいということで、じゃあ皆さんに呼びかけをここで最後にしたいと思います。はい、はい、じゃあ後藤さんも一緒にどうぞ。はいはいはい、じゃあ皆さん来てください、はい、待ってます。待ってますということで、今日はあの、社会福祉法人絆の会地域活動支援センター水上ハウスの坂口さんと後藤さんをお招きして、地域サンクスコンサートのお話をしていただきました。はい、皆さんぜひ足を運んでください。はい、今日はありがとうございました。お二人ともありがとうございました。さようなら。来週のしゃべくるまちしろ、はい、三田さん、はい、またパーソナリティ、はい、ご苦労さんです。ありがとうございます。ゲストは、ゲストはね、今こちらにいらっしゃいますね。背大きいですね。大きいです。大きいですね。はい、真っ白の、ね、あるんですけどね、精密地震研究室ってあるんです。真っ白の地、まあ私ら言ってる地震観測所って言ってますよね。よく知ってますよ。はい、その室長さんってありますね、はい、橋本さんをお呼びして、はい、以前お会いしたことあるんですよ。そうですね、はい、でね、まあ、真っ白から世界の地震を見ているよっていうお話をちょっとね、ええ、どうぞ橋本さん、なんか、はい、どうぞ。そうですね、あの、はい、精密地震観測室の橋本でございます。よろしくお願いします。あの、まあ、来週はあの、はい、我々のところでどういう仕事をしているかというようなことを、まあ、お話しさせていただきたいと思います。でその中で、まあ、1965年の8月3日から始まった松代群発地震ですね。まあ、そのことと、まあ、その前にですね、2日前から、まあ、世界的な観測機器である地震、新たな地震観測計がついたと、ちょうどそういう後にですね、まあ、地震が起こり始めたというようなことなんかもちょっと、タイミング良かった。ああ、そうですね。すごいですね。お話なんかもさせていただきたいと思っております。楽しみですね。いや、実はね、私ね、あの一般開放の時見学させていただいたんですよね、うん、お話も伺ったんですが、お世話になりまして、それではまた、詳しいことね、また来週はお話しいただくと本当に楽しみですね。うん、
よろしくお願いしたいと思います。それでは来週のしゃべくり末路、どうぞお楽しみに。松代、あなたの街。しゃべくり松代、また見てね。